アンティゴノス一世は古代マケドニアのアレクサンドロス三世に仕えた将軍。その死後は後継者の一人となり、アンティゴノス朝を開き初代の王となった。また石岩であったため、モノフタルモスとあだ名された。コインの肖像が右向きのことなどから左目を失っていたと推測されている。アンティゴノスはピリッポスなる人物の子である。紀元前334年。 グラニコス側の戦いの後、アンティゴノスはアレクサンドロスによって、フリギア大使として小アジアに残され、反抗してきたペルシア軍を3度戦って3度破り、その後リュカオニアを征服するなどを後方で活動した。紀元前323年にアレクサンドロスがバビロンで死去した時も、バビロン会議での決定を受けて、大使としてこの地方を統治し続けた。 バビロン会議の直後にアンティゴノスは友人であった武将、エウメネスにカッパドキア遠征のための援軍を壊われた。バビロン会議においてエウメネスは未だに帝国の支配が及んでいないカッパドキアを征服した上でその大使になることを認じられていたのである。しかし、アンティゴノスはこれを断った。結局、エウメネスは帝国摂政の地位にあった実力者ペルディカスから 援軍を受けて遠征した。まもなくして、帝国内では、ペルディッカスに対する反対者が続出し、これをきっかけに、ディアドコイ戦争が勃発することとなった。アンティゴノスも、また反、ペルディッカス派に属し、大王の重臣であった、アンティパトロスやエジプト大使プトレマイオス等と結び、ペルディッカスと対峙した。他方、エウメネスは前述の経緯から、恩のあるペルディッカスの側についた。 エウメネスに小アジア方面を任せたペルディッカスは、自らはエジプトに遠征して、反、ペルディッカス派の一角であるプトレマイオスを滅ぼそうと、したが、ナイル川の都下に失敗したために失望した部下の将軍たちに裏切られ、暗殺された。ペルディッカスが暗殺された後の紀元前321年、帝国の再編成のために開かれたトリパラディソスの、 軍会で帝国の全軍総司令官に任じられたアンティゴノスはエウメネスを含むペルディッカス派の追悼を命じられた。紀元前320年にオルキニアの戦いでエウメネスを破って彼をカッパドキアの野良に追い詰め翌年のクレトポリスの戦いでペルディッカスの弟アルケタスらを破りアルケタスを自害に追い込んだ。一方この頃マケドニア本国では帝国摂政となっていた。 アンティパトロスが死去し、その後継にポルペルコンが指名された。しかしアンティパトロスの子、カッサンドロスがこれに不満を持ったため、摂政の地位をめぐっての争奪戦が勃発し、これがディアドコイ戦争をさらに激化させることとなった。アンティゴノスはカッサンドロスの側につき、ポルペルコンに支援されて、ノラを脱出したエウメネスと再び戦った。 紀元前317年のパラエタケネの戦いでは、引き分けたが、紀元前316年のガビエネでこれを下した。アンティゴノスは捕らえたエウメネスを味方にしようと思ったが、部下の反対によりそれを断念せざるを得なかった。彼は、かつての共に暴力を振るうおよしとせず、エウメネスを餓死させることにしたが、エウメネスは、アンティゴノスの預かり知らないところで殺された。 高軍のどさくさに紛れる形で、アンティゴノスの部下に喉をかき切られていたという。アンティゴノスは、エウメネスのために、盛大な葬儀をあげ、遺界は、銀の壺に収めて、祭祀のもとに送った。また、ガビエネの戦いの後、アンティゴノスの同盟者でパライタケネ及びガビエネで、アンティゴノスの副将的地位にあったメディア大手ペートンが、帝国東方領土への野心を見せたため、 アンティゴノスはこれを殺した。ペルディッカス、ポルペルコン、エウメネスの側についた諸将を倒し、その勢力を吸収し続けた結果、アンティゴノスの勢力は、この頃には小アジアを中心に、シリアやメソポタミアに及ぶまでになり、その強大さはディアドコイ中でも特出したものとなっていた。そのため、これを警戒した他のディアドコイとの対立が激化することとなった。以後、 アンティゴノスは、アレクサンドロス帝国の再統一を果たさんと、セレウコスプトレマイオスカッサンドロスリュシマコスラと、主に統治中海沿岸を中心に戦争を繰り広げていくこととなった。エウメネスとの戦いにおいて、バビロニア大使セレウコスと同盟していたアンティゴノスだったが、エウメネスを倒すと、これをうとんずるようになり、両者の関係は、急速に悪化した。紀元前百十五年。 アンティゴノスはセレウコスの領土を奪い、セレウコスはエジプトのプトレマイオスの元へ逃亡した。さらなる勢力の拡大を目指すアンティゴノスはカッサンドロスとの同盟を破棄し、シリアからカイロを経由してギリシアに遠征を開始した。こうしてアンティゴノスと他のディアドコイとの対立は決定的となった。紀元前312年、アンティゴノスに反撃戦プトレマイオスがセレウコスを 伴って、シリアに攻め込んだ。アンティゴノスの息子、デメトリオスが迎撃するも敗走し、アンティゴノス自らがシリアに出陣した。しかし、その感激を疲れ、プトレマイオスの支援を受けたセレウコスがバビロニアに帰還。これを脱回されてしまった。アンティゴノスはセレウコスを討伐しようとするも手こずり、その隙に、プトレマイオスが、当地中海沿岸で勢力を伸ばしたため、 プトレマイオスと再び矛を交えることとなった。紀元前306年にサラミスの海戦で、息子デメトリオスがプトレマイオスに対し勝利したのを受け、彼と共に王位につくことを宣言した。アンティゴノスが王位を宣言したのに伴い、他のディアドコイも王を称するようになった。アンティゴノスデメトリオス不死は続く、ロードス包囲戦でも優位に戦いを進め、ギリシアに侵攻した。 紀元前302年、アンティゴノスは自身を名詞とするヘラス同盟をギリシアで結成した。こうしたアンティゴノスの勢力のさらなる慎重を恐れた他のディアドコイは反アンティゴノス同盟を結んで対抗した。紀元前301年、アンティゴノスはこの同盟を粉砕せんと小アジアのイプソスでセレウコス・リュシマコス連合軍と決戦に及ぶも、 デメトリオスの部隊と分断されて孤立した、アンティゴノスの本体は打ち破られ、自身は投げ槍を受けて戦死した。82歳であったと言われている。ディアドコイ中最有力であったアンティゴノスが倒れた、ことで彼の待望でもあった、アレクサンドロス帝国の再統一は不可能となり、分裂が決定的となった。ありがとうございます。